こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。前回もウォークマン、ソニーのウォークマン紹介したんですけど、今回もウォークマン直したんで紹介したいと思います。3D プリンターは次回ということですね。あ、プリンターじゃない、 3D プリンティングペンですね。この辺はこの次ということですね。とりあえずこっちを先に、出したいんで、オークションにかけたいんでね。紹介しますね。これはですね、WM-EX36 っていうソニーのウォークマンです。これがね、作られたのがですね、1991年ですね。なので、まあウォークマン第2世代かな、だいたい第2世代がですね、1990年代なんでね、これがね、その頃同じ頃確か EX1 とかですね、そういう、 こう第二世代の始まりですね。それのまあ何て言うんですかね、少しですね、安めのタイプのものだったんだと思います。値段がね、この辺ちょっとよく分かんないのと、これはですね、どうもですね、日本では発売されていないモデルなのかもしれないですね。アメリカとかですね、ヨーロッパなのかもしれないです。ちょっと分かんないですけどね、この辺はね。で、まずですね、電池はこう裏のところここに単三電池が2つ入ります。なので 3V 仕様ですね。で、DC の入力、 DC アンプ、アンプじゃない、 DC、アダプター、これもね、ここについてます。 3V のソニーの、アダプターつければ大丈夫ですね。私は USB から取れるようにですね、自作してるんですけど、まあ何本かはですね、欲しいっていう人に譲ったりもしてたんですけれども、そういう、アダプターですね、で電源取れます。そしてですね、まあここ操作部、プレイボタンとかね、そういうのがありますけど、これね、リバース機能ついてるんですよ。で、これリバースのモードですね、モード、とここに DIR ってかついてるんですけど、こうすればいいかな、この下側のここね、 DIR、 これをね、こうスライドさせるとですね、テープがこう逆方向に行くわけですね。はい、そしてまあこの横にあるボリュームですね、こう見た方がいいかな、はい、見えるかな、焦点合ってるかな。ボリュームとですね、これはこれメタルテープ対応ですね。ほんでドルビーのオンオフ、ドルビー機能がついてます。そしてイヤホンジャックがありますね。これは通常のイヤホンジャックですね、ミニジャックって言われてるものですね。そしてですね、カセットの蓋のところなんですけど、これがね、メガベースってなってますね。これ初期の方じゃないかなと思うんですけどね、メガベース。これメガベースっていうのは低音を響かせる機能なんですよね。この頃ですね、結構ね、重低音っていうのが流行ってですね、ドデカホーンとかですね、なんていうの、重低音でボン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 ね、響くようなのが、こう、その頃ね、結構流行ってですね、ラジカセなんかでもそういうのが流行ってね、今まだ直してないんですけれども、ソニーのね、ラジカセ、結構一番でっかい、世界一大きいラジカセですね。もはやラジカセと言えないような、コンポと言っても、コンポと言った方がいいぐらいのラジカセなんですけど、そういうのもあるんですけど、その辺もこう重点音をね、響かせるっていうのがその頃のトレンドだったんですね。今はそんなに重点音と言わないですけどね。それでこの機能がここオンオフできるようになってますね。そしてですね、これちょっと珍しいんですけど、これこう重低音のですね、質を変えられるんですよね。ちょっとイコライザー的な役割するのかな。ほんでローって書いてある下のがここね、ローっていうところがどうも重低音なんですね。だからメガベースっていうのをオンをしてローをですね、これマックスにするとボンボン響くですよ。
そしてこのハイっていうのを書いてあるのが、これはね高音部ですね。これ高音部ハイをマックスにするとシャカ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 低音がですね響くようになるっていうような仕様みたいです。はい、なんですけど今はね あんまりそういうところ気にしないでこれオフにしといた方が無難かなと思います。はい、で、じゃあちょっとですね試しにちょっと外付けの、スピーカーですね入れてやってみますね。これはまあ開けるのはこれ簡単にパカッと開くだけなんですけどね。じゃあこれ入れてカセット入れて、はい、再生ね。はい、でこれリバース機能ちょっとつけてよ。ほらこうやってこんな感じね。ではですねちょっと重点音のやつやってみますね。これオンにしました。ちょっと分かりにくいかもしれないですね。これイヤホンで聞くとねすごくよく分かるんですけど、ちょっとわかりにくいかもしれないですね。まあね、気になる人はオークション出しますね。買って自分で試してくださいっていう。この辺もオークションに出します。はい。なのでね、オークションの URL もこの下のところに説明のところにね載っけておきますんで、チェックしてみてください。結構ね、今ねちょっとねサボっててっていうかですね3D プリンターの組み立ての方にちょっと専念してたっていうかですね、そういう、まあ、カウンセリングの方もいろいろあったんでね、直してないやったんで、なかったんでね、今少なくなってるんですけれども、まあ、少し出てますね。ウォークマン系、テープレコーだけですね。これあとですね、いろんな、こう、結構ね、リモコン付きのですねフルセットに近いようなものっていうのは結構ですね買っちゃってるんでね、その辺を、全部ですね修理してですね、また調べた上でね、資料を落として調べた上で、オークションに出そうと思ってますんで、オークションの方もちょっとチェックしてみてください。またですね今度多分 3D プリンター系で結構凝ると思うんで、その辺の情報とかですね試してるものなんかも随時ですねアップしようと思ってますんで、チャンネルの登録よろしくお願いします。はい、ナオリンでした。どうもありがとうございました。失礼します。